うぷ虫のバンボクトだぜ。生徒のマリサだぜ。オタクやわ、始めるぜ。この動画が気に入ったら、登録、高評価、コメントなどくれたら嬉しいぞ。ついでに師匠の作者ページも、覗いてみてね。概要欄にリンクを貼っておくので、よろしくね。師匠、今回はどんな話ですか？今回は狼男の話だ。はぁ？狼男って、映画のですか？いやいや、そうではない。この話に出てくる狼男は、日本産だ。国産狼男？さっぱり話が見えてきませんよ。種を明かすと、平井和正の人気小説、ブルフガイシリーズのことだ。ふーん、初耳です。そのシリーズ、そんなに人気があるんですか？作者の平井和正曰く、この作品は自分が書いているのではなくファンが自分を使って、書かせているんだとまで言っている。おお、熱狂的なファンがいるってことですね。そこまでして人気があるということは、そのシリーズ読み始めたら止まらなくなるんでしょう？まさに中毒性があるな。主人公はもとより、敵対するキャラクターも魅力的で、一度読んだら記憶に刻み込まれること受け合いだ。なんだか師匠の解説が待ちきれませんよ。早く本題に入ってくださいよ。もちろんだ。まずは作者の平井和正の簡単な経歴から話そう。平井和正は1938年、神奈川県横須賀で生まれている。ギリギリ太平洋戦争を経験した世代だな。死去したのは2015年で76歳の生涯を送った。オタクやわでも、何度か漫画原作者として紹介してますね。そうだな、漫画原作として世間的に認知されているのは、スーパーロボットという言葉を最初に使った、デートマンだ。え、スーパーロボットは、マジンガー Z が最初じゃないんですか？うむ、ともかく知られている限り、スーパーロボットという言葉を使用したのは、デートマンが最初らしい。他にもそれ以前に用例があるなら、コメントで教えてほしい。それで肝心のウルフガイはどうなんですか？それが言うほど簡単ではないのだ。人気作にありがちだが、その成立には複雑な事情が絡んでいるからな。え、どういうことですか？まず知ってほしいのは、ウルフガイと呼ばれるシリーズは、アダルトウルフガイと、ヤングウルフガイという二つのシリーズが知られているからだ。え、二つのウルフガイシリーズ？ヤング、アダルト？ヤングウルフガイは、主人公は少年で、最初は僕らマガジンで漫画として連載された。絵を担当したのは坂口久志だな。その後、狼の紋章、狼の恩歌として小説版として発表された。へぇ、最初は漫画原作だったんですね。どんな話だったんですか？都内の白徳学園に、犬神明という少年が転校してくる。ちなみに、犬神明の年齢設定は中学3年生という設定だ。おお、まるでラノベの設定ですね。誰にも心を開かない犬神明は、転校早々、学園の不良グループに目をつけられる。不良グループ、嫌な予感がしますよ。毎日のようにリンチを受ける犬神明だが、一切抵抗することなく彼らの迫害を甘んじて受ける。一見無抵抗の犬神明だったが、彼にはある秘密があった。その秘密とは？それは置いといて、次はアダルトウルフガイだ。学？こちらの主人公も、犬神明という。職業はフリーのルポライターだ。え、こっちのウルフガイも同じ名前？それで職業がルポライターって、おかしくないですか？そうは言うがな、アダルトウルフガイと呼ばれて、こちらのシリーズも人気があった。まあ、パラレルワールドと考えればいいのではないか？職業がルポライターってことは、こちらの犬神明は社会人なんですね。そうだ、最初に彼が登場する狼男だよという小説の冒頭では年齢は30代のとっかかり、と自己紹介しているくらいだからな。あはは狼男だよなんて、ふざけたタイトルですね。それじゃ内容も、笑えるところが多いんですか？そうだな。ヤングウルフガイの犬神明は、孤独を好み、容易に他人に心を開かないが、こちらの犬神明は女好きで、陽気な性格をしていて、友人に持ちたいと思わせるな。陽気で女好き？まるでルパン三世みたいですね。2年前にモンキーパンチのルパン三世が連載開始だから、もしかしたら影響あるのかもしれないな。しかし、ルパンと犬神明には、共通のモデルが存在するのだ。それは誰ですか？アダルト版の犬神明のモデルは、当時人気絶頂だったフランスの俳優、ジャンポール・ベルモンドがモデルだ。小説の中でも、餓死寸前のジャンポール・ベルモンドと評しているくらいだ。ということは、外見が似ている、ということですか？そうではない。ベルモンドの映画は、アクション満載で、毎回体を張ったスタントが観客を引きつけていた。今で言えば、トム・クルーズのアクション映画のようなものだ。ますます内容が知りたくなりましたよ。師匠、簡単でいいので、あらすじなどお願いします。うむ、それではざっとしたところで、こちらの犬神明が登場したのは1969年のことで、昭和で言えば54年のことだ。今から50年前に書かれた小説だ。ほへい、そんな昔だとすると。あれ、犬神明は確か30代初め。ということは。そういうことだ。こちらの犬神明は、作者の平井和正と同年代だ。小説中に、東京大空襲を経験したとあるから、作者の分身かも。わぁ、私なんかには、想像もできない時代背景ですね。まあ、書かれた年代が年代だから無理もないが、読んでみるとアクションたっぷりで、次から次へと展開があるので退屈せん。それに大人向けだから、ムックなシーンもあるしな。師匠、その辺は抑えめにお願いします。は、そうだった。わしとしたところが、ウルフガイというシリーズは、作者の平井和正の執筆活動ではかなり重要な位置にある。平井和正の活動で、初期の小説は、虎の時代にあたり、ウルフガイで、狼の時代に至る。虎の時代？狼の時代？どういうことですか？作風の変化だな。平井和正は初期には、人類の残虐性を描いたバイオレンス描写たっぷりの小説を書いていた。
いわゆる人類ダメ説と呼ばれる一群の作品だ。人類ダメ説？はぁ、心当たりはありますけど。人類ダメダメ小説を書いていた平井一政だったが、ウルフガイをものにすることで転機を迎える。それが狼の時代と呼ばれるシリーズとなっていく。へぇ、どんな風に変わっていったんですか？アダルトウルフガイの主人公、犬神明は、人間の残虐性や、身勝手さに振り回される運命だが、それでも人間を愛しているのだな。そして人類のために戦う決意をするのだ。随分、話が大きくなったんですが、何があったんですか？アダルトウルフガイ犬神明は、終盤、悪魔との戦いを決意する。ファンの間では天使の時代と呼ばれるエピソードだ。あ、悪魔との戦い、ですか？ポカーン、なんですけど。わしも最初読んだ時はあっけに取られたぞ。ともかくこのエピソードでは、犬神明は天使と開口し、自らの使命を悟る。わぁ、師匠の話を聞いていると、頭の中がごちゃごちゃしてきました。ともかく大変なシリーズってことはわかります。まあ、一気に終盤まで紹介したが、試しに最初の狼男だよだけでも読んでみろ。漫画版もあるから気軽に楽しめ。ところで、最初のヤングウルフガイの方のあらすじを紹介してくださいよ。何やら謎が残って、気になるじゃないですか。そうだったな。どこまで話した？ほら、中学生の犬神明が、不良グループに目をつけられるところですよ。うむ、最初に話したように、犬神明はどんなにひどい目にあっても無抵抗主義を貫き通す。その態度に生徒たちは感動を覚える。へぇ、逆にかっこいいですね。それで生徒たちはどんな行動に出るんですか？生徒たちは犬神明を中心に、不良グループと対決しようと提案する。しかし犬神明は、我関せずで生徒たちを無視する。ええ？生徒たちは不良グループと対決する決意をしたのに、彼は何を考えているんでしょうね？犬神明は徹底的に他人を拒否する主義なのだな。あまりに誇り高いので、他人の炎上を当てにすることはしないのだ。なんか、やたらに昼な若者ですね。アダルトウルフガイとはまるで違いますね。アダルトウルフガイの犬神明も、結局は独立どっぽだぞ。ただ、他人に対する態度に違いがあるだけだ。中学生の犬神明に、ある女性教師が接近して、話は急展開する。うひゃー、そうこなくっちゃ。その女性教師、美人なんでしょうね。もちろんだ。名前は青鹿あきこ。独身で、スタイル抜群。彼女は他人に心を許さない犬神明に接近し、ついには。なんですか？気になるじゃないですか。今回はここまでだ。気になったら、小説を読め。概要欄に、電子書籍のリンクを貼っておくぞ。ひどいじゃないですか。蛇の生殺しってやつですよ。あ、そういえば、犬神明の秘密、まだ聞いてませんよ。そうだったな。犬神明の秘密とは。師匠、次回に続くんじゃないでしょうね。実は犬神明は狼男だったのだ。まさかのタイトルでのネタバレ。そこら辺の詳しい話は、次回に持ち越しだ。やっぱし、そうきましたか。今回は平井一政のウルフガイシリーズを紹介しただけだが、次回の動画では、さらなる深掘りを考えておるぞ。平井一政の漫画原作の世界を紹介しよう。ということで、今回はこれまでです。それでは次回の動画をお楽しみに。